はい、渡辺です。今回チームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはアルデニスフォレストになります。これ最初からなんだよこれね。他のゲームモードもやればいいんだけどね。ハードポイント、ドミネーションとか、モッシュピックとかね。チームデスマッチがやっぱ面白いね。でも、はい、国家手段方へ M1941、1911、マック2手榴弾、基礎トレーニング、オードナンスで頑張ってみたいと思います。気合入れて皆さん頑張ってみましょう。これはい、頑張るぞ。これ投げていくか。これ、あ、ヒットマークあったっちゅうことはいるってことだな。これな、ダメか。難しいねやっぱり M1911 は。ああ1911は BO3、 あ、初代ブラックオプスに登場した武器で。よし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 、トリプル、あ、トリプルの銃剣行きたかったんだけどね。お、3キルやってる。1911ハンドガン、これね、初代ブラックオプスで登場したやつで、BO3 にも新武器として登場してんだけど。あ、ヒットマークあったよなこれな。銃剣でくれ、おめえ死んじめ。あ、反対側から回りゃよかったな。今時計回りだったんで、ハンド計回りにしてよかったの。ここで銃剣中パターンもあるよ。これ今回も成績いいっすな、今のところはね。この前 PPSH で33球やったんでね、あれに驚いた。まさかの予想外の結果で驚いたよ。これ難しいんで、ここもちょっと練習してんだよ。ここあ、銃剣バンバン行けよかったな今。接近戦は銃剣に限るよやっぱり。うまい、結構いい勝負だこれ。シーソーゲームで、森蔵倒しちゃった。こう偵察機ね、あのこれ普通の武器でもすぐ破壊できるんだよね。これいやらないんだけどね。もっとダメだな、ちょっとキルスピードが速いな。あらスナイパーライフルいるのか。ちょっとつまんねえなこれ、バンバン飛んでるわこれ。ちょっともったいないな。負けてますわこれ。敵を排除。よしよし、やったぜお前を。やったぜ、銃剣バンバンかましてるわ。銃剣めっちゃ強いよこれ、接近戦ダントツよこれ。あ、ちょっと銃剣で待ち構えればよかったなこれ。爆弾と銃剣の組みセットで、セット攻撃でちょっと、ここ銃剣強いこれ。銃剣どうだ。ああ、銃剣いけんかったな。もうちょっと行き進んで銃剣かましてれば銃剣殺しができたと思うんだけど、ちょっと裏取りした方がいいから、裏から行けよこれ。
何キロ9キロかまだこれちょっとしょうもないっすなこれ成績がもうちょっと頑張らないかんすこれいるいる難しいぜこれ本当に今回成績めちゃくちゃひどいぜこれめっちゃひでえわあら俺やりたかったのによテンション下がるわこれじゃちょっと成績がなこれ敵強いねちょっと今回はダメみたいねこれここ SMG がいいなここ結構敵来るんよこれここ銃剣結構決まりやすいねこれねああ銃剣が良かったけどスナイパーライフル多いとちょっと嫌いないよ嫌ないよほんとマジでマジ勘弁してほしいよスナイパーはうん10キロしかまだやってないしねこいつエーゼレっちゅうことよアイロンあやったのよしここ持ってもいいかもしれないねこれねセンターやっぱりねあのマップ激アツのあれなんよセンターってやっぱり激アツポイントになってんだよこれ成績があんまりいまいちっすなこれキル数が伸びませんがちょっとさっきのとこ行くかここねああちょっとあやったの今銃剣決まったんだ今一瞬決まってキルやってるわな瀕死の攻撃出たんで今あ反対が難しいんだよね右側からまたああちょっとあれかできれば背後取って裏取りして銃剣っちゅうのが理想なんだけどねよしよしまともに銃剣が気がつかれちゃう今よし15キルとりあえずあれは任せておくねよしよし今いたなちょっと17キロ20キロは生かしたいですねこれちょっとキル数伸ばしたいんでちょっとここでやるこれここから来るねこれダメかダメだな強いわやりますわよしよし18キロ警察機が殺敵を行うよしよし20キロいったよ
よしよし。核爆弾。あ、勝ったの？あ、出したかったのに。100対94、逆転したぞこれ。ブロンズスター1回なったことあるんだけどね。100式系機関銃、100式機関単銃だねこれ。まあ20キロ超えたからいいでしょこれ。3位には入ったかな、上位ウィナーサークル入ったかな。あ、2位に入ってる。22キロやってる。22キロ23です。マイナス1、比率2535ということでね。よしよしよし、上出来、よくやった。いやハイタッチ。ということでね、これは皆さんありがとうございました。今回このクラスでやったんだよね、師団砲衛 M1911941 グリップ大口径リフレックスサイト1911マーク2手榴弾、基礎トレーニングオーディナンスでね、アルデネスフォレストのチームデスマッチをプレイしてみました。まあ、試合に負けてたんだけど、ね、逆転したんでね、で 20キロ超えたんでね、よかったと思います。はい、あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。